皆さんこんにちは。すっかり秋が深まってきた感じでですね、だんだん気温も朝夕下がってきて、これから冬になってくるんだなという感じの毎日になってきました。いかがお過ごしでしょうか。まあ、この時期になるとですね、どこもイチョウ並木が黄色く色づいて、まあ、銀杏などもですね、そこら辺に転がっているわけですけど、この収録会場が九段下なんですけど、そこからですね、まあ、そんな遠くないところで、まあ、最高裁判所の前とかですね、ほとんど人が歩いてるのがですね、少ないんですけど、イチョウがやたらいいのが生えててですね、銀杏が大量に落ちてるんで、まあ、今日はそこで、ちょっと拾って帰ろうかなというふうに思っているところであります。まあ、家内がですね、どっかで、イチョウを取ってこいと、まあ、イチョウじゃない、銀杏取ってこいとこういうことでですね、言われてたんでちょうどいいかなと思っていました。まあ、今日はですね、まあ、昨今の、まあ、政治状況というのを見てですね、まあ、やっとというかですね、まあ、7月に安倍元総理が暗殺をされて、もう10月の、まあ、下旬に入ったところで、ありますけど、まあ、こういう時期になって、まあ、やっと統一教会というものに対してですね、きちんと政府として、また政党として、まあ、対応をしようということはですね、まあ、明確に打ち出され始めたという時期になってきました。まあ、本来でしたらこういうことはですね、まあ、暗殺事件があろうとなかろうとですね、そうしたことに関係なく、もう何年も前から、何十年も前からですね、政府の政治家と官僚が、まあ、しっかり知恵を出して、やるべきことをですね、済ませていれば、こういう、まあ、朝鮮半島のですね、いびつなカルトによって、まあ、社会が歪められたりですね、まあ、それが遠因となって暗殺事件が起こるというようなこともですね、なかったのかなというふうに私は思っています。まあ、政治家の覚悟のなさと、あと、まあ、文科省のですね、実質的な傘下の、まあ、文化庁の中の宗教団体を管轄する部署がですね、まあ、やはり無為無策で、かつ現状維持というかですね、まあ、とにかくこう大きな問題が、まあ、表面化しないように、宗教団体、カルト系も含めた宗教団体とですね、まあ、いわば、まあ、なーなーで、話を収めていたと。本来でしたら解散させるべきは解散させる方向でですね、裁判所と、まあ、裁判所にそういう決定がですね、下されるような、きちんとした手続きを、まあ、文化庁の方で取って、いればよかった。当然それに値する要件はもうすでに何十年も前からですね、満たして、いたにもかかわらず、まあ、政治と行政の不作為で放置をされ続けて、いたと。まあ、その放置をしていたのは、まあ、カルトの宗教団体から票や、まあ、金品を受け取って、ですね、まあ、そういう捜査が十分に行われないように手心を加えるようなベクトルの、まあ、意思が働いていたというふうに、まあ、考えるのがですね、まあ、自然だろうと思います。まあ、こうした歪められた意思と、あと事なかれ主義ですね、あとは日本の独特のですね、まあ、宗教というと、まあ、何でも逃げて、しまう、特に行政の方がですね、行政や政治が、まあ、宗教というものを規制したりするようなこと、あるいは口を出すというようなことをですね、及び腰になっている社会的な風潮というのもですね、これも原因になっているなと思いますので、こうした
事件を契機にですね、もう見直すべきは見直すということを徹底的にやらなきゃいけないなというふうに思います。まあ、最近報道等でですね話題になっているのが、まあ、信仰2世ということで、まあ、親が、まあ、カルト宗教だったり、まあ、あるいはカルトではない、まあ、伝統的な宗教ですね、まあ、そうした宗教を信仰していて、その子供がですね、まあ、2世ということで、もう生まれた時からですね、本人の意思表示ができないような赤ちゃんの時から入信をしていると。で、まあ、物心ついてももうそれが当たり前でですね、まあ、そうじゃない世界というのを、まあ、知らないで育つわけですよね。まあ、もちろんあの友達とかですね、全然関係ないところで知り合った人はその宗教と関係なかったりするんですけど、やっぱり家庭とその家庭をもとに、まあ、教会に行ったりとかですね、まあ、そういう宗教施設に行くという日常というのがかなりの、まあ、大部分を占める生活になるとですね、まあ、それが当たり前になっていくという中で、この宗教2世というのがですね、まあ、いわばいろんなことを強制されているという見方ができるわけですけど、それを親がどこまでですね、まあ、教育だとか信仰を共有するという言葉のもとに、まあ、やることがですね許されるのかというのがですね、まあ、今までは、まあ、言ってみればかなり野放図な形で認められてきたのかなというふうに思います。まあ、命に関わるような話で言えばですね、まあ、カルト宗教の、まあ、エホバの証人というのがありますけど、輸血というものをですね、まあ、認めないということですね。で、子ども本人がですね輸血を拒否するということももちろんあるわけですけど、そのちっちゃな子どもがですね何か事故等で血液が大量に失血して不足する、あるいは何か病気で手術をするという際にですね、宗教の方でエホバの証人の教えでですね、輸血というのは禁じられているからそれはしないでくれというふうに言われた時に、まあ、医療関係者はですね、いやでもそれをちゃんと輸血しないと、まあ、この子は死にますよと、あるいは、まあ、生死の境ですね、どっちに行くかわからないような厳しい状況になると、まあ、輸血しなくても、まあ、生き残るかもしれないけど、まあ、死ぬ確率もですねかなり高まるというような時にですね、まあ、それを親が親権者がこう言ってるからというのでですね、どこまで認めるかということもそうですし、まあ、輸血ほどですね切実な話でなくても、まあ、食べるものをですね、もう極めて限定してしまうと、まあ、菜食主義ですね、親が菜食主義なのでですね、まあ、これ宗教ではないですけど半分宗教みたいなもんだと思いますが、子供もですね、動物の肉なんか食べるべきじゃないと、で菜食主義でですね育てるというわけですけど、まあ、やはりちっちゃなお子さんにとってはですね動物性のタンパクというのは非常に不可欠なものであってですね、そういう育て方をすると、まあ、非常に弱く育ってですね、まあ、病気になりがちだったり、あるいは、まあ、栄養がですね足りない一部分的な栄養失調のようになってしまうというようなことも言われてますが、ただ親が何を食べさせるかというのはですね、まあ、ここまで、認めると、ここまではダメだっていう明確な線引きがですね、まあ、ないのでですね、まあ、よっぽど
もう生死に関わるようなことがですね、表面化しない限りはそういうのが、まあ、認められてきたわけですね。で、まあ、動物性のものは一切魚も肉も食べさせないっていう、まあ、極端なのは別にしてですね、まあ、標準的な食事をする子どもともの家庭からそういう菜食しか行わないというところ、その両方の間に無数のバージョンがあってですね、まあ、ご飯は玄米しか食べないとかですね、それ以外はまあ標準的な食事をしているという、ちょっとそこだけこだわってるというのからですね、もう菜食主義にギリギリ近いぐらいのところまでやってるというところ等々、いろんなバリエーションがあると思うんですけど、じゃあどこまでならいいんですかって言われるとですね、まあ正直よくわからないところがあるのかなというふうに思います。で、まあ、こうした線引きがよくわからないんでですね、もう信仰でこうやってますとか、親の方針、教育方針でこうなんですというふうに言われるとですね、まあ、そうしたところには今まで、まあ、介入をしてきたり、まあ、是正をするというようなことがですね、まあ、行政は極めて及び腰で、まあ、あったなというふうに思います。まあ、いわば警察のですね、まあ、民事不介入のような感じで、まあ、家庭の方針とか宗教の教えでっていうふうに言うとですね、もうそれ以上はそこに立ち入らないというような、まあ、よっぽどそこに何か危険が顕在化していない限りは立ち入らないというようなことになって、いました。でも、まあ、そうしたものをですね、やはり、のほうずに認め続けた結果がですね、まあ、今の社会の中でのカルトのですね、まあ、はびこり方につながっているのかなというふうにも、まあ、思って、います。やはりそうしたですね、まあ、少し変わってるなとかですね、あるいは、まあ、宗教の教えとはいえ、これどうなのかなというものがですね、子どもに、まあ、半ば強制されていると言っていいような状況の場合はですね、まあ、そのことだけじゃなくて、まあ、多くの事例を見ると大抵、他の部分でもですね、まあ、体の身体的な虐待だったりですね、あるいは精神的な、まあ、虐待、極めて厳しく行動を制限してですね、まあ、過度な自由の束縛とかですね、まあ、心理的な圧迫、脅迫、そうした、まあ、いわば児童虐待といえるようなことが、まあ、大抵のケースではですね、どれか当てはまることをですね、まあ、併存して、まあ、やっている、同時並行でやっているというふうに、まあ、事例を見るとですね、まあ、理解できるわけであります。まあ、そういうことなのでですね、まあ、何かそういうちょっとこうおかしな事例、おかしなことを言ってるけど、まあ、親の方針とか教育宗教のですね、教えだというふうに言われて引っ込むんじゃなくてですね、まあ、その部分については、まあ、の正面から対決してもですね、まあ、なかなかこうそれでどっちが正しいとか結論がですね、まあ、出るものでもないんでですね、そういうおかしいと思うケースがあったら、それ以外の分野で何か虐待と言えるようなものがないかですね、きちんと調べるということを、やはり、まあ、行政もですね、まあ、腹を決めてそうしたケースに、まあ、向き合っていくといいのかなというふうに思っています。